それにしても解散を前提としたご発言なんでですね、私ども解散についてコメントするのは控えさせていただきたいと思います。委員長、稲城君、これは年金も含めて今日だけで幕引きをするんであればまさに年金隠し解散にもなっちゃいますよ。先ほどの答弁質疑の中でもこの問題拡大をしていく懸念が非常に高まっているんです。我が党のヒアリングにおいても、そしてそのことに対して与党の議員からも叱責をする、そういう内容の質疑ですよ今日も。そんな中でですよ、所信表明で総理が言いたいことだけ言って野党与党まで含めて代表質問拒否して解散なんてしたら、これ究極の自己中解散と言われますよ。言いたいことだけ言って解散なんてありえません。ぜひですね、これは安倍内閣の閣僚の一員としてこの消えた年金問題、あるいは働き方改革だって与党見送ったじゃないですか。人がいなかったんでしょ、聞いてますよ。うちもいないですよ解散なんて。そういう状況になればどこの党の議員さんだって報道で出てる通りの状況ですよ。その状況誰が作り出してるんですか。この厚労院の皆さんはちゃんといますけど、そうじゃない方みんな地元じゃないですか。ぜひですね、そんな言いたいことだけ言って所信表明だけして与野党の代表質問も受け付けずに解散などということはあってはならないと強く申し上げ、閣僚の一員として加藤大臣からもそのことは強くぜひ安倍総理にご進言をお願い申し上げたいと思ってるんです。それで私、冒頭の大臣のですね、このご説明を聞いててちょっとね違和感があったんですね。これ一点伺いますけども、支給漏れが判明した年金受給者の皆様にご迷惑をおかけしていることは誠に遺憾です。そりゃそうでしょう。でも一人当たり最大600万円、平均60万円、10万件、さらに拡大するかもしれない、一人当たり月額2万円程度、大変な金額です。これ本当に生活生き死にに関わりかねません。この間年金の議論させていただきました。数千円のことで自ら命を絶ったり心中したり、そういうケースだって、介護殺人という介護保険の例の中で私は紹介もしました。誠に遺憾じゃ済まないと思いますよ大臣。これは国民の皆様、年金受給者加入者の皆様に率直にお詫びをおっしゃるべきじゃないですか。加藤厚生労働大臣。先ほども違う委員からもお話がありましたけれども、その個々の皆さんにご迷惑かけたということと、それから今回の事案でこの年金制度に対する不安がより一層増加をさせた、この2点については大変私は遺憾なことだというふうに思っておりまして、こうした状況がないように努力をしていきたいと思っております。委員長。柚木君。私は大臣ね、本当に誠実な方なのをよく存じ上げているんです。遺憾ということと本当にお詫びを申し上げるということは受け止め方全然違うと思いますよ。率直に国民の皆さん、年金加入者の皆さん、これから加入する方々だって、加入したってどうせもらえないでしょって若者たち言ってますよ。こんな問題起こるんだったら漏れが、やっぱりここはまずお詫びを申し上げて大臣の方から国民の皆様に、その上で真相の究明、再発防止、責任の所在の明確化、そういうプロセスだと思いますが、お詫びという言葉は使われないんですか。加藤厚生労働大臣。そういう意味でですね、こうした事態が起きたということに対して、大変遺憾な事態だというふうに認識をしですね、こうした事態が起きないように努力をしていく、これが私どもの務めだというふうに思いますし、また先ほど申し上げたようにこの件においてこの年金制度に対してですね、こうした不安等々が増えてきたということに対しても、これも大変遺憾な事態だというふうに考えておりまして、こういったことがないように努力をしていきたいと思っております。委員長。柚木君。加藤大臣がお詫びという言葉を使われないことは誠に遺憾でございます。この第二の消えた年金問題とも言われる状況の中で、私は非常に腑に落ちない点があるんですね。先ほどの振替加算の総点検の経緯少し紹介しましたが、これ少なくとも厚生年金については4639件、総額最高未払い額、平均未払い額、今答弁あったんですけども、4月の段階、3月4月の調査でもう分かってるんですよね。これなんで分かった段階で公表されないんですか。ちょっとでも早く公表して、そしてまさに自己防衛も含めて受給者加入者にも対応いただいて、そして年金機構、全国の年金事務所、
体制を取っていれば4000人の方が受け取れずに亡くなる、こういう事態を少しでも未然に防げたんじゃないんですか。なんで3月4月で公表しなかったんですか、加藤大臣。加藤厚生労働大臣。委員ご指摘のようにどういう段階でですね発表するか、それから先ほど橋本委員からもですねどういう段階で中において政務に言うのか、それぞれ大事な判断だというふうに思っております。で、今回のようにこうした事案があるというのみならず、やはりそれに対してどういう対処をするのかということについてもですねそれなりな見通しをやっぱり申し上げるということが私どもは必要だということで、この今回のこういうタイミングで、発表させていただいた、こういうことであります。猪木君。資料の13ページ目に、皆さんご承知かと思いますが、公的年金制度の体系を一応つけておきました。もうご覧いただければ一目瞭然、厚生年金加入員数3686万人、ちなみにその横にあるのが公務員等が441万円、まさに厚生年金の方の割合が非常に高くですね、私は少しでも早く公表して自己防衛も含めて届け出漏れ問題あるんでしょ、対応していただければね、受け取れずに老後の虎の子の本当に唯一の生活保障の方もおられるこの年金、これだけ支給漏れが拡大することを防ぎ得たと思いますし、当時3月4月を思い出せばまさに国会では森友家計問題、そしてこの厚生労働委員会では4月の12日に介護保険法改正強行採決が行われているんです。そういう最中でこういう問題を公表すればですね、そのまさに輪をかけて火に油になる、だから公表を隠した隠蔽したんじゃないんですか、違うんですか大臣。加藤厚生労働大臣。ちょっと当時私がいなかったんでですね、当時の状況を聞いた上で承知した上で申し上げますけれども、今委員ご指摘のような考えを全く持たずに、まさにこの問題自体をどう処理していいのか、そういう観点からですね、今回のようなスケジュールになったということでありました。もちろん委員ご指摘のようにですね、一日も早く公表し、一日も早く支給が漏れが改善する、それに努力をするのは当然のことだというふうに思っておりまして、そういった意味で我々としてはそういった観点あるいは立場に立ってですね、今回の処理を進めさせていただいた。ただ残念ながら我々が認識してから1年以上経って、今回のこういう形になっているというこのことについては、我々もそうしたご批判は真摯に受けなければいけないと思っております。委員長。猪木君。これ本当に私も受給者の方、そして専門家の社労士さんも含めて何人もお話を聞きましたけど、本当にこういう問題が起こって、怒りもあるんですけども、ショックなんですね。ショックなんですよ。もうこれだけ問題になって対策をする、一人最後の一回りまでと安倍総理もおっしゃってやってきたにもかかわらず、またこういうことになっていて、でまさに家族がそういう状況にあって、今日資料にもお付けをしておりますけども、報道の中でですね、もうショックで逆に2ページ目ですね、ずさんな年金管理不信感、その月額2万円近く未払い期間25年、年金機構から後で払われたのは時効前だった5年分だけで残りの未払い400万円以上と説明を受けて社労士に相談、その方は贅沢をせずコツコツ年金で暮らしていたおばあちゃんにとって月2万円は大きかったはず、ショックを受けるかもしれないからまだ本人には知らせていないと、そしてそういう中で4000人が亡くなっていく、あるいはその身寄りがいない方は払おうと思っても払える対象の方もいない、そしてそういう方々に対してはまだ対応はこれからということで、さっき昨日報告受けましたよ、家族の方でも亡くなっちゃうかもしれない、こういう状況の中で私は公表を遅らせたこと自体が大変不誠実だと思いますよ。で、私そのことを含めてね、じゃあ相談ダイヤルでどういう対応してるのかと思って、私もわからないことがあって電話したんですよ、この番号、振替加算専用ダイヤル、14日以降の状況総ダイヤル数に見てください、皆さん、つながった件数11ページ目5万件近く電話があってもつながっているのはわずか1割満たないですよ、1割程度、591件ですよ当初ずっと来てるんですけど、減ってきてるんだけど、私が何よりショックだったのはですね、大臣、
この振り替え加算専用ダイヤルに電話したらね、その自動音声でもうこっちもだから聞きたいことメモしてる、多分多くの方そうですよ、で何分もかかっちゃう、いきなり20秒ごとに10円加算いたします。びっくりしましたよ。1分で30円、まあいろいろやってたらすぐ30分ぐらい経つわけですよ。それだけで1000円ぐらいかかるんですよ。普通民間企業でですよ、不祥事があって問い合わせフリーダイヤルですよ。なんでお金取るんですか大臣、加藤大臣、これもう明日からでもフリーダイヤルに変えてください。これ以上むしり取るのをやめてください。国民からお願いします、フリーダイヤルに変えてください。